ヨーゼフ・エフナー・ニンフェンブルク城公園のバーデン城、ミュンヘン・西側のシュライスハイム宮殿新棟、ヨーゼフ・エフナーは、ドイツの造園家、建築家、策定家、レコレーター。ジョセフ・エフナーは、名の綴りから古くからの庭師の家系の出自。1668年にノイデックで、1670年にはダッハウで勤める剪定交付園芸師で、 クリスチャンの旧姓ゲルハルドとマリア・カサリナの10人兄弟の9番目。祖父のゲオルク・オフナーは、おそらく公爵が、リューク・アルブレヒト6世後、白爵夫人、メヒティルト付けワ氏として1625年に、プフライムとカラミュンヘンにおそらく来た。エフナーは1721年に、中位の娘であるマリア・マグダレーナ・ショーンと結婚。長男グーディンツイ・イフナーは、後に、 シュトラウビングで議員になり、パッサウ近くのセントニコラ委員長になる。ヨーセフ・エフナーとも呼ばれる下の息子は、キャノンとミュンヘンのディーン。彼の娘マリア・デルヘイドは、ミュンヘン市長で、司裁番官、マイケル・アダム・ベルクマンと結婚した。彼の孫は、ロイヤル・コート・ガーデン・ディレクター、カール・ヨーセフ・ホン・エフナー。最初はエフナーも、庭師として修行。 マティアス・ディーゼルと一緒に1706年4月初旬に、君主であるマックス・エマルエルによって、最初に、ブルッセルに、その後パリに派遣された。パリでの滞在中、彼は自分の適正思考に従って、演芸職を諦め、建築家になることに決めた。1706年は、パリのジェルマン・ボフ・フランから建築家としての訓練を受ける、私学生として、ヨーセフ・エフナーを授かった。 それ以来、彼は家の名前をイフナーに変更。1715年からは、バイエルン州の選定校となるマックス・エマヌエル付の建築家で、エンリコーズ・カーリと共に、エマニュエル知性家の全建物を担当。すでに1715年4月1日から、フランスから帰国した後、彼は低い身分類バウマイスターとは、対照的な職名アーキテクトを名乗る。 28歳のヨーセフは最初に現代的かつフランス仕込みの建物のアイデアをミュンヘンの裁判所に適用。1715年にはシュライスハイム城の建築監督を委ねられる。前年にエマヌエルがフランスサンクルーに取得していたシャトーの新築に従事していた。エマヌエルがサンクルーから帰国後はニンフェンブルクの全体計画を移植されている。 シュライスハイムでは横に広いギャラリーとその両端にパビリオンを設け、これを全体の庭の幅に広げる表現を用いた。この庭からドミニクジラール、ドミニクジラールとともに庭の仕事も関与する。1716年から1719年までに庭園最初のブルゲンとパコデンブルクトを作り、1719年から1721年の 間には小浴場バーデンブルクを作っている。その間1717 17年にはマックス・エマヌエルとイタリアを旅し、10週間でベネツィアを経由してローマとナポリに向かう。1720年に宮廷主任建築家に任命された。ズッカーリが1724年に死後、さらに多くの権限を得た。1726年にマックス・エマヌエルが死去し、 カール・アルブレヒトが就任後には、フランスワ・ド・キュビリエに権限を譲る。1730年から、すべての新しい命令系統が、直接、キュビリエ側に移された。キュビリエは、最初から、ドイツ語を話せない人物だった。エフナーと、同僚ヨハン・バプティスト・グネツル・ヘイナーは、空の手となったが、エフナーはまだ、ニンフェンブルク宮殿管理の仕事もしていた。 1738年からは建築事務所に加え、ジラール死後には庭園と水道の管理庁の地位まで引き継いだ。彼の破壊はミュンヘン・フラウエン協会に、ミュンヘンのエフナー広場とダッハウのジョゼフ・イフナー、ギムナジウムは彼にちなんで命名されている。ありがとうございます。